はい、えー、それでは今日の授業を始めます、えー、上田先生の授業は順調に進んでいると思いますけど私はこうやって時々現れてですね違う話をするということで、えー、今日はサイバー法と情報セキュリティーズバリサイバー犯罪の話をしたいと思いますその前にですね皆さんにちゃんと理解しておいていただきたいこととして犯罪って何ですか法に,反する法に反することは素晴らしいはいはい、はい えーとそうですねあの、えー、犯罪とは何かというのは決して自明ではないんですけれども、えー、日本の法律ではです、ねえー、まず法律で、えー、規定されていること、でもあの法に反することというのは、あの半分正しくて、半分不正確でして、なんでこの遅いんや。ん えとまあ、ウィキペディアにはこう書いてあります犯罪とは一般に法によって禁じられかつ刑罰が課される根拠となる事実行為を言うと、ねまあ、ただですねじゃあ、えー、どういうことがこの法律で禁じられて刑罰が課されるのかというとそれは犯罪行為に対してであるという循環論法になりかねないので,です、ね、もう少し別の定義がされることもあります。 まあただ、普通の意味でやっぱり法律でですね刑事罰が科されているものを犯罪とするということでえ逆にですね罪刑法定主義という考え方がありまして法令で規定されていない行為はですねたとえそれがまあ道義的にどれだけえ適切でないえと考えられてもですね犯罪とはされないまあ犯罪的行為という言い方をされることあってもですねえ国家によって犯罪としてえ摘発され検挙されえ刑を科されることはないということになります。 で法律ですね、皆さんの中には法学系の出身の方もいらっしゃるかもしれません、私は法律、まともに学んだことがないんで、まあ、全く自己流に学んだいいかげな知識なんで、あまりきっちりと聞いていただく必要はないんですけども、法律にはです、ね、実態法と手続き法という大きな分類がありまして、実態法のトップに来るのは憲法、日本でいうと日本国憲法ですね、あと刑法と呼ばれるものと、民法と呼ばれるものと、商法と呼ばれるものがあって、中でもですね、この刑 犯罪に関わるのは刑法です刑法って実は2つ意味がありまして刑事罰を定めるような行為について書かれている法律一般を指す場合と明治40年4月24日法律第45号と呼ばれるです、ね、あの特別な法律これは刑法と言いますけどこの刑法を指す場合と2つあるんで注意してください。ほ、まあ、他にはですね軽犯罪法とか今日もいろんな法律をお話ししますけどもそういうのがですね出てきています。 あと手続き法というのは刑事訴訟法とか民事訴訟法とかの裁判のやり方等を決めているものですねで。どんな法律がです、ね、刑法としてあるかというと、まあ、一番先ほど言いました明治40年の法律刑犯罪法、盗犯防止特殊海上用具の所持の禁止に関する法律いわゆるピッキングの道具ピッキングを え、そしてですね道路法に入ることはこれは刑法で禁止されてるんですけどその道具を所持することだけですね、えー、別の法律で取り締まっているとかねまあ、ストーカー行為の規制ね、あと血統罪に関する件とかねこれはですね刑法ができる前でも法律とでもないようなもの,ううのが決まっていますえー、たくさんあります、えー、こんなたくさんあるのかってね例えばここに、えー、酒によって公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律ってご存知ですか こんな法律です、えー、昭和36年の法律で全て国民は飲酒を強要する等の握手を排除し飲酒についての節度を保つように努めなければならない、ねえー、飲酒についての節度を保つですがお酒を飲みすぎるとです、ね、この法律に違反しているわけです、えー。あるいは人にです、ね、お酒をこう、えー、飲めよ飲めよというのは,これはです、ね、法律に違反しています。ただ この第2条に関しては罰則はありませんのでお酒を飲み過ぎたからといってそのこと自身がです、ね、刑事罰の対象になることはありませんもちろん、まあ、あのよくないことではあるんですけどもただしです、ね、罰則がある規定がありまして、はいえー、明定者が公共の場所または乗り物において公衆に迷惑をかけるような著しく疎やまたは乱暴な言動をしたときは拘留または過量に処するこれ刑事罰です。 したがって酔っ払いがね公共の場所またのね学校の中とか電車の中とかでですね著しくそやまたは乱暴な言動、まあ、酔っ払ってこうわわ叫ぶこれは犯でらにですね前項の罪を犯した者に対しては、まあ、このね、えー、第3項で第1条の罪を強さしまた補助した者は正犯に準ずる。 酔っ払いがこう酔っ払ってくだまいてのをけ、ね、しかけて「おいもっとやれやれ」って言ったらです、ね、それは正犯にじずるということで一緒に捕まるわけですで皆さんそう言われるとです、ね、えそんなことで捕まりたくないなと思うかもしれません。でこのようにです、ね、法律はいろいろと決められています。でなかなかですね日本の法律ですらですねそのすべてを知っているっていうのは難しいです。 えまこの法律は割と一般的なことですけどもそれぞれのですね仕事の分野に関して規定がありますですから皆さん方はですね注意深く過ごしておかないといけませんというのはこんな法律知らなかったと言ってもですねそれがあの免罪の理由にはならないからですね日本にいる限り日本の法律に従わなきゃいけないあるいは 皆さん方です、ね、これから世界で活躍されるわけですから世界に行くとそ,のそれぞれの国で全く法律が違います例えばイスラム教国はイスラム教に対するです、ね、非常に厳しい規定がありますそういうのをです、ね、日本の感覚でそのままやると向こうで捕まってしまって帰ってこれないということもあるということは注意しておいてくださいで、まあ、一般的な話はそれぐらいとしてです、ね、まずこの明治44年の 刑法ですねま日本の刑事罰の中でも一番根本的になる規定なんですけどもこの法律の特徴はですね他の法律と違ってですね、はい、何々を禁止するという書き方をしていません、ね、先ほどの法律はまずそのね人に迷惑をあの 1> 1なんか第2条にです、ね、節度のある順、えー、飲酒に努めなければならないとてこと書いてありますけどこの刑法はそんなことは書いていませんとにかくです、ね、何何々々したものは何々の刑に処すすだけ書いてあります例えば第199条にです、ね、人を殺した者は死刑または無期もしくは5年以上の懲役に処すると人を殺してはいけませんということは書いてないんですね、まあ、そんなことは当たり前でしょうという大前提で書かれている法律です。でしかも まあこの殺人罪ですけども、これは死刑無期懲役または五年以上の懲役ですが、この刑が重い刑ですね。まあ懲役刑だと長い年数の刑が規定されているのが重い罪であるという考え方で作られています。では質問です。日本の法律で、まあこの刑法の中に書かれてるんですけど、一番重い罪は何でしょう。あ、国家転覆罪。なかなかいい線につきましたね。えっ、ー、とはい。 内乱罪という罪があります。それはですね、えー、死刑または無期懲役というふうに規定されていますね。国で内乱を起こしてまあ国家転覆を図る。これは非常に重い罪です。もうねあの内乱が成功したらつ、罪に問われることないわけですよね。だけども、えー、そういう罪はちゃんと規定されています。でももっと重い罪があります。なんでしょう。どうですか。 難しいね、そ,うそこまでいくとも知ってる人しかわからないこんな刑法みたいな当たり前の法律でもです、ね、みんな知らないことがありますよということの説明なんですけど、はい、一番重い罪はです、ね、外患誘致外国と通帳して日本国に対し武力を行使させる、ね、自分で内乱を起こすんじゃなくて外国に日本を攻めさせるという罪ですす、はい、これれはもう死刑にに処すると明確に書かれています。 これは未遂罪も死刑ですもう未遂罪でないとねあの実際にこう攻めてこられたり戦争になったらもう大変ですけどそこまでいかなくても死刑だこれが日本の刑法で、まあ、日本の法律でで番重い罪です、まあ、他にもねあの、えー、と無期懲役以上に規定されてる刑っていうのは、まあ、いくつかありますし例えば戦前だとね大逆罪っていってあの天皇皇族に対する罪とかね、えー、あるいはあの 昭和の時代はです、ね、存続殺重罰規定といって、えー、自分の親あるいはです、ね、おじいさんおばあさんに対する殺人は、えー、無期懲役という厳しい規定がありましたそのあたりはです、ね、今はもうあのなくなっています。さて、えー、刑法ではどんなことを規定しているかというと、まあ、今言ったようなです、ねあのね、内乱とか、えー、外観誘致とか別として、まあ、普通は、ね、殺人。 強盗、強犯すれと分さまあと粗暴犯というのは、ね、狂気準備集合罪傷、ねえー、害暴行脅迫強喝それからです、ね、窃盗ですね窃盗犯あと知能犯と呼ばれるのは、ね、詐欺横領偽造汚職背任いいですか背任罪というのも刑法で規定されていますあと風俗犯、ね、賭博の罪わいせつ でその他です、ね、いろんな例えば、遺失物横領とか住居侵入このあたりもですね刑法で規定されています。で、さて、えー、今日のお題目はサイバー法なんですけども、えー、サイバー法とは何かというと明確な定義はないんですが、まあ、コンピューターとかネットワークに関わる法律です。ですのでセキュリティだけではありません。も情報法とか <laughs> とかいうこともあります で裁判法はですね大きく3つに分類されましてサイバー社会こういうのものさしサイバー社会になったから初めてですね出てきた法律です、まあ後でお話ししますけど不正アクセス禁止法とか迷惑メール防止法とか電子証明法とかプロバイダー責任制限法とかですね、まあ、その他の法律はまあ、この明治時代には考えられなかったようなものですねであとプライバシーとか知的財産権とかですねまた例えば著作権みたいなものですねこういうものはですね、えー もともとあった概念なのですがサイバー社会になってその行われ方が全然変わってきたためにです、ね、法律の方を改正し付け加えたということが必要になのであとですね本来全く関係ないはずの法律だけどサイバー社会に合わせてです、ね、修正しなきゃいけなかったものとして例えば今お話した刑法であるとか。 不正競争防止法とこういう、まあ、大体この大きく3つに分かれていますで、まあ、社会的にですねこういうふうにしましょうというコンセンサスを明文化してやるとまず技術だけではですね解決しないこのやっぱりこれは犯罪行為として取り締まれるようにしとかないと人間はやってしまうということに対するですね対処する法律ですで、まあ、その前提としてですね実はこのサイバー空間というのは国境に閉じないんですよね えー、そこでですね、まあ、各国で法律は各国で決めることになっているのですが、えー、日本の法律では犯罪行為とされていても他の国では犯罪行為とされてないことをですね他の国からネット経由でやった場合にはですね取り締まれないという基本原則がありますそこで、えー、国境が越えても大丈夫なようにですね、えー、各国でその犯罪性に対する 判断基準を統一するとで捜査協力ができるようにっていう法律条約が結ばれました。これはですね実は2001年に条約が締結されまして日本で2004年に国会が承認しています。しかしですねこれ前提として国内法を整備しなきゃいけなかったんですがその批准の前提となる法改正に実はですね2004年から2011年までずっと時間がかかっていました。これは一つはですね先ほど あ後でお話します、刑法にウイルス作成剤という規定を入れるところで,です、ね、ずいぶん引っかかってましたが、まあ、2012年ですね、今から3年弱前に、ウイルス作成、2011年に、4年前かにウイルス作成剤がきちんと規定されまして、翌年にです、ね、この条約が国内で発行しました、まあ、現時点で,です、ね、37か国が締結しています。 で不正アクセスとか盗聴とかですねウイルス製造所持ですねあとデータ偽造ネット詐欺児童ポルノ著作権なんかをですね取り締まるときにこの国と国とで協力すると、まあ、プラス普通の犯罪についてもですね、えーまあ、例えばテロリストであるとか、まあ、国際的な詐欺集団とかですねそういうのに対してコンピューターの利用が疑われるときにはですねその証拠をですね適切に保存すると。 いうことができるようになっていますで中身としてはですねまずサイバー犯罪を実体法として国内法で犯罪化するすなわち今その規定を作るということそれからです、ね、手続き法としてはですねコンピューターデータの差し押さえとか証拠収集ですね、まあ、この辺りはサイバー犯罪には関わりません。で国際協力としてはですね えーまああの,の締結国からですね捜査協力要請に対してはその手続き法で、えー、規定された手続きをちゃんと使用できるようにするということと国内犯罪化が義務付けられた犯罪についてはですね犯人引き渡しの、えー、対象犯罪に準じて行うとこ、まあ、こういういいとになっています、えー、で国境を越えた捜査に関する規定としてはですねあのこれは、えー、ある意味当たり前のことなんですけど一番目はですね、えーと 締約国は他の締約国の許可なしに次のことを行うことができるということで一番目は公にえ利用可能に増置されたコンピューターも要するにオープンにアクセスできるウェブページとかそういうものをアクセスすること,とえそのウェブオープンなんだからアクセスしてもいいじゃんということになるわけですがアクセスしてもいいというのとそれをアクセスして得たことがそちらの国で裁判の証拠として価値があるかと。 いうところは別なんです、ね、そしたがってあのどこにあろうとオープンなものはアクセスしていいよということそれからですねもう一つ、えー、これはあのよく気をつけないといけないんですけど自国の領域内にあるコンピューターシステムを通じて他の締約国に所在するコンピューターにアクセスしまたはこれを受領すること、えー、ただしコンピューターシステムを通じて当該データを自国に開示する正当な権利を有するものの合法的かつ任意の同意が得られる場合に限るどういうことかといいますと今 クラウドの時代です例えば日本の人が使っている日本の会社が使っているサービスのデータがですね実は日本の国にないということがあります。で,日本の会社で誰かがですね犯犯罪をししましたでそのデータを差し押さえようとしたらですねものはですねアメリカのサーバーにあるとだから行って差し押さえることはできないわけですね。でその時に 捜査機関がその日本のその会社のです、ね、犯罪の被害者たる会社の許可を得て、えー、ネット経由でアクセスしてそちらのデータを、まああのあのね、アクセスし受領する、まあ、そのコピーしてそれを証拠とするこの法律ができる前はそれは自明ではなかったわけです他の国だから。でそういうことはまあ当たり前だからやっていいよねということを決めてるのがこの 国境ににえた捜査に関すする規定です、まあ、それ以上踏み込んだことはですね他の締約相手の国との警察等と相談してもっと踏み込んだことができるんですけど何ももしなくてこ次にですね犯罪化義務付けられた行為ですけども一つはですねコンピューターのデータやシステムを攻撃対象とした犯罪でいわゆる不正アクセスであるとか ウイルスででであるとかすすねね、えーまあ、そういういもんです、ねえー、プラス、えー、コンピューターのデータをです、ね、偽造する、えーまあ、コンピューター詐欺の類もそうですねであとコンテンツ系の犯罪例えばこう自動ポルノをです、ね、配信するこういうものも全部規定されていますで、えー、一般にはだからコンピューターシステムを攻撃するものとコンピューターシステムを使ってやるという2種類に分けられますで、えー、サイバー犯罪 に関するですね刑法の規定なんですけども日本の刑法ですねこれは先ほど言いましたように明治何十何年ということでですね当然ながら当時はですねコンピューターのもの字もなかったしネットワークもなかったということですね例えばこんな法律がありますあこんな条文があります刑法の第二百六十一条にはですね前三条に規定するもののほか他人のものを損壊しまたは障害したものは 3年以下の懲役または30万以上の罰金もしくは過料に処するとここでですねえ私が誰かのコンピューターですねなんかこうパスワードかけずに置いてあった「おお」って言ってですね嫌がらせにですねえファイルをこうリムーブ全部ってやったらですねこれはどうなんだろう別にハードディスク上にあったデータは 消えてなくなりましたけど、ハードディスクのものは損壊してませんよね。別にもう一回書いたら書けるわけだしね。障害いやこの物を障害っていうのは実はですね。あのペットなんかを想定しています。人のペットに勝手にあの怪我させたらですね。これはもう当然あの犯罪なんですが、そのペットの障害は器物損壊で取り締まりますえ。でもですね。ハードディスクね、えー、データ消してもですね。 えー、別に損壊してないじゃないですか。という言い逃れができたのですねすなわちコンピューターのデータはものではないだろうということで、えー、昭和62年にです、ね、初めてこれに関する情報ができましたでそもそもだからコンピューター上のデータとは何ぞやっていうことをです、ね、法律で規定しなきゃいけないので、えー、刑法の第7条の2という上の方にですね この法律において、電磁的記録とはっていうですね。ま、電磁的記録という概念が新しくできました。電子的方式、磁気的方式、その他人の近くによっては認識することができない方式で作られる記憶であって電子計算機による情報処理のように供されるものを言うと。電磁的記録と言ってますが、これ電子的方式、磁気的方式、その他ですから別に、えー 必ずしもです、ね、電気,磁気とは限りませんえん、ー、後ろにですねこう電子計算機の情報処理のように供されるとこの条件が満たしていればです、ねまあ、例えば、えー、非常に細かいマイクロフィルムにです、ね、データを置くというような工学的な方式もありますしあるいはですねなんかこう DNA に情報を埋め込んでそれを後でコンピューターで取り出すというのがもしあるとしたらですねそれも向こうの 電磁的記録に該当すると思います人の近くによっては認識するね人間が見てもわからないというところが特徴ですねでこれに対してですね、まあ、この電磁的記録をこう壊すというのが新たに規定されまして234条の2ですね、えー、人の業務に使用する電子計算機もしくはその他のようにあそのように供する電磁的記録を損壊。 えー、もしくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報を不正な指令を与えてまたはその他の方法においていっぱい書いたんですけど、えー、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせずまたは使用目的に反する動作をさせて人の業務を妨害したものはですね、えー、5年以下の懲役または100万円以下の罰金という条項が規定されました。これでですね初めてハードディスクのデータを消したというのはですね 電磁的記録をを損壊しして人の業務を妨害したとということになっていますただですねちょっとここはハードルが高くてですね人の業務を妨害したんですね業務とは何ぞやっていうところから問われる場合にですねあのどうでもいいデータは業務を妨害したとは言えないということで決しても犯罪行為に問えないというところがですね先ほどの器物損壊よりは少し弱くなっています。 で次にですね、えー「電磁的記録不正作出および強要」という罪が同じ時に規定されました、えー、人の事務処理を誤らせる目的でですね、えー、またその事務処理のように供する、えー、権利義務事実証明に関する電磁的記録を不正に作ったものは、えー、5年以下の懲役または50万円以下の罰金とそれから全項の罪が公務所または公務員による作られる 電磁的記録にかかるときには10年以下の懲役100万以下の罰金とそれから不正に作られた記録、えー、義務、まあ、このような電磁的記録をですね第一項の目的というのは人の事務処理を誤らせる目的で、えー、事務処理に用意を享した要するに使った、ね、自分が作ったんじゃないけど人が偽造したデータを使った場合は、えー、作った人と同じ刑に処するとこれはですね、えー、文書偽造という罪がもともと刑法にはあります。 それの電子版だと考えてください。一番はこれは私文書偽造ですね。で二番は公文書偽造ということになります。まあこういうふうにですね。えっ、ー、と今まであった犯罪に対してどうしても電磁的記録っていう概念を入れないと対応するものがなかったということで刑法にはたくさん 規定が追加されているのですが、一方でですね。じゃあ、もともとの刑法では、サイバー犯罪は全く取り締まれないかというと、そうではありません。昔からの流儀で考えても、やっぱりまずいものはまずいのもあります。例えば、二百三十三条には、ですね。信用毀損よび業務妨害というのがありまして、虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて人の信用を毀損し。また、その業務を妨害したものは、三年以下の懲役、または五十万円以下の罰金に処すると。 ネットで,です、ね、なんか嘘の情報をばらまくというようなことをすると、えー、それは、えーまあ、風雪のルーフということで,です、ねえー、この233条に反しますそれからです、ね、威力業務妨害ですね威力を用いて人の業務を妨害したものも全条の例によってもこの威力を用いてというのは非常にあい、ねえー、曖昧な文でこういう言い方をすると うん差し障りがあるかもしれないですけど警察がです、ね、こうなんか立件、ね、逮捕する時にどうも、えー、このままで危ないという時にです、ね、威力業務妨害の罪を一緒につけて裁判所に、えー、逮捕の条例を申請してもらうというのが多いんですけど、まあ、とにかくです、ね、例えばコンピューターの場合ドス攻撃を行うと。えー、ドス攻撃を行ったら えーまあ、例えばウェブサーバーにアクセスできなくなりますよねそれは先ほどの電磁的記録を偽造したわけでもなければ損壊したわけでもない単にサービスが止まっただけですけどもそれはやっぱり犯罪行為ですそれはこの威力4妨害で取り、えー、締まられるということになります。えー、次ですね詐欺罪 えー、刑法の、ね、246条にはです、ね、人を欺いて財物を交付させたものは10年以下の懲役に処するというふうに書いてあるんですがこれ人を欺いた場合なんですね。コンピュータータを騙してもです、ね、詐欺罪には問えないんですね例えばです、ね、私が子どもの頃っていうのはです、ね、また自動販売機っていうのがなんかできたばっかりでして。 なんかね、このボタンをね歩く見合わせでこう同時にピットを押すとお金入れずになんかジュースが出てくるみたいなのがあったんですねセキュリティホールですね。はい、でその頃はまだこの昭和62年の前ですからえそれは犯罪行為ではなかったもちろんですね民事上の責任はある行為でそんなことはしていけませんけども、えー、とそういうのは取り締まれなかった。でそれではいけないということでですね 電子計算機使用詐欺というのがですねこの2六十条の次246条の次246条の2というので付け加わりました全条に規定するもののほか人の事務所に使用する電子計算機に虚偽の情報もしくは不正な指令を与えて財産,上財産権の特措もしくは変更にかかる不実の電磁的記録を作り または財産権の特措もしくは変更による電磁力,力を人の事務処理のように供してですね財産上不法の利益を得またはこれを他人にさせたものは10年以下の懲役ということで詐欺罪と同じぐらい重い罪に電子計算機使用詐欺というのが規定されたということになります。でえと今までお話ししたのが昭和62年。 のの改正なのでこれもだいぶ前の話なんですけどそれだけではですねちょっと追いつかなくなってきたのでえ追加に改正されていることがあります一番大きいのはですね平成13年にですね、えー、作られたこの支払い用カードを構成する電磁的記録の不正作出や所持強要に対しての刑罰ということで、えー、支払い用カードって何かというと、まあ、クレジットカードとかキャッシュカードとかああいうもんですね。で、えー、そういういのはまあ あの単なるですねデータの偽造じゃなくてもっともっとですねあの我々のお財布に直結しているのですね非常によろしくないのででも先ほどのですねえと電子計算機使用詐欺とかだとまあ罪が軽かったですねそこでえもっとより重くですねそういうものに対する偽造はえ単なる文書偽造ではなくて有価証券偽造といいう重い罪がありますそれに相当するぐらいの罪に引き上げましょうと。 ということで改正されましたでさらにですねプラス背景としてこの偽造カードをですね、まあ、輸入国際的にですね偽造する集団がいるわけですでそういうのを組織的に取り締まるためにですねまず不正電磁的記録カードの譲り渡し貸し渡し輸入ですね使わなくても持ってくるだけで罪。 それからですねそういうういのでですすねね所得もらうです、ね、それだけじゃなくて支払い用カード電磁的記録情報取得要するにカードのデータをですねスキミングと呼ばれる書類で抜き取ったやつをですね抜き取る取得それを人に渡す提供あるいはですね持っておく保管これ全部罪ですそれから支払い用カード電磁的記録不正,不正作出機械原料準備罪ね カード偽造のための生のカードとかカードライターみたいなものをですねえなんかこう香港あたり行って買ってきてですね持ち込もうとしたらそれだけでですねこの準備罪になると。まあ、そういう風にですねより厳しく取り締まられるようになりましたまあ残念ながらですね法律で取り締まれるようになったからといってあのそういう犯罪が消えてなくなったわけじゃなくて今もそれは非常に <laughs> あり人たちがやってるわけですけど、まあ、少なくとも税関でですねそういうものを押さえたときにですねすぐ犯罪と摘出すると前はですねいやこれは単にものですよと持ってるだけじゃ罪じゃないでしょうと言われかねなかったのをですねちゃんと押さえることができるようになりましたで次にですねウイルス作成罪というのに関してです、ね、まず2つお話を紹介します1つ目のお話がです、ね、2008年5月ですね。はいえー 2008そうかなえー、イカタコウイイルルススこれウウかィニーの原田ウイルス作者に懲役任務の判決ということで、えー、原田ウイルスというのはです、ね、アニメ、えー「クラナッド」の画像や同級生などの画像を使用したウイルスで、えー、某大学の大学院生が作成しウィニーのネットワークを介して配布したとでこの時点ではです、ね、日本ではウイルス作成そのものを罰する 刑罰がなかったわけでウイルス作成それ自体にはなくてですね著作権法違反とですね名誉毀損の罪で刑事告白された、ね、結局、だからこのウイルスを作ってばらまいたことについてはあの違法性を問えなかったのでこのウイルスに感染するとですねテレビアニメの画像が出てくるんですね。そのこととについて著作権法違反であると それから友達の顔写真が出てくるんですねこれに対してはですね名誉毀損というですねまあそういうもう完全に別件みたいな有罪になってしまいましたでさらに,こ,れにはこの話にはですね尾ひれがついていましてですねはい、えー、この先ほどのですね容疑者ですねこれはあの <laughs> さっきは大学院生でした今度は会社員の男になってますけど今度はタコイカウイルスっていうのを作ったんですね、えー この,この原田ウイルスを作成した男はウイルス作者として初めて逮捕されて著作権法違反の有罪判決を受けて執行猶予中だったわけですけど執行猶予中に何を考えたかですねもう今度はねえっ、ー、と著作権のある画像は使わない友達の写真も使わないということでこうタコとかイカの絵、えー、を出すというウイルスを作りました。で今度は今度は器物損壊のでで、ね、疑いでですね、えー、逮捕されました。 ね、ウイルスによるハードディスク破壊に器物損壊容疑を適用したのは初めてこれだから本当にそれが適用できるのかって非常に微妙だったけど、まあ、こんなことが起きましたでもこんな変なことが起きてるのはです、ね、先ほども言いましたようにです、ね、ウイルスに感染したからといってです、ね、あの罪に問えるかどうか保証がなかったわけです。先ほども言いましたように 電子計算機損壊等業務妨害罪はですね不正アクセスとかウイルス感染による業務妨害に使うと物理的に壊してもあるいはデータを消してもですねこの罪に取れるとただしですねこの業務の妨害なので家庭用のパソコンは業務ねお邪魔したかって業務に妨害したかっていうのはここちょっと微妙です。 でえー、そこでですね、まあ、ちゃんとした規定を作ろうということで刑法で2011年に不正資料へ電磁的記録作成罪というのができました、まあ、要するにウイルスを作ったたら3年以以下下のの懲役または50万以下の罰金です、まあ、この条件がついていて人の電子計算機における実行のように供する目的でということで、えー、人のコンピューターで実行させることは目的ですね。例えば私が大学で 研究のためにですねウイルスを解析するためにですねウイルスを作るというのは OK ですけどそれをこう実行させようと思ったとた犯罪になるわけです。同じようにですねこう取得ウイルスを集めて保管してたら罪ですね、まあ、皆さん方がですね趣味でウイルスを集めたらそれはこの罪に問われる可能性があるので注意してください、まあ、大学で研究のために集めるっていうのは実際にこれはやってることでそういうのはですね対象外なんですがあのそういう 非正当な理由があるとみなされない場合にはですね、えー、少なくとも警察がどうか判断するかということなので皆さんくれぐれも興味本位でウイルスを集めたりあるいは作ってみたりということはしないでください。えー、と条文はですねちょっと小さくて申し訳ないんですけど168条の2ですね、えー、正当な理由がないのに人の電算機器における実行のように供する目的で次に掲げる。 電磁的記録その他の記録を作成しまたは提供したものは3年以下の懲役または50万以下の罰金ということで人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作させずまたはその意図に反する動作させるべき不正指令を与える電子的記録で2号にです前号に掲げるもののほか同号の不正な指令を記述した電子的記録その他の記録ということで。 この1番はですねまウイルスの行動そのものを指しているというふうに解釈されますそれに対してですね道号の不正な指令を記述した電子的記録これはウイルスの動作原理を記録した例えばソースコードであるとかあるいはですねもうウイルスの動作原理を表したパワーポイントのデータとかですねその他の記録なので紙に書いたデータもですねこれに 該当すするという,ふうになる考えますだからウイルスの作り方とか言って、えー、冗談でも、ね、メモで書いてたらです、ね、これに引っかかる可能性があるということです,いいですか。正当な理由がないのにっていう条件がついているので、まあ、大学で研究目的でやってますならいいんですけどもい,やいたずら半分でといった途端に、ね、引っかかるんであのでくれぐれもです、ね、皆さんあの冗談でウイルスをとかいうのはやらないでくださいね。まあ、本当にこの 講義もあの数年やってますけど最初の3年ぐらいはそういうこと言わなくても済んだんですけど2011年以降はででですすねここの講義でそこままちゃんとと言わななないいいけなくなっていますあとこの取得と先ほども言いましたようにですね同じようにですねこう集め取得こう覚悟に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し保管したものですからメモをですね手元に保管しただけでもですね 同じことが成り立つということには注意してください。まあそういうこともあってこの法律の制定にはすごいですね賛否両論があって時間がかかったんですが今こういう法律としてなってますということはえ覚えておいてください。えっ、ー、とあとですね刑法に関してはですねえっとこの同時期に行われた改正で歪説物に関してもですねいくつかえ規定がかかっています。まああの一言で言うとですねこの歪説文書 を電磁的に送信したりするというのに対してですね、えもう少しこの電気通信の送信により歪切な電磁的記録その他の記録は半布したものも同様とするというそれまでの規定はですね電磁的記録のところがですねあんまり明確じゃなかった歪切物の半布というところが明確じゃなかったのをですね付け加えるということが行われました。それからですねえっ、ー、と不正アクセス。 に関してですね不正アクセスは一般にはですね計算機の乗っ取りというふうに解釈されていまして本来ですね使用するべきでないユーザーによってですねその計算機が使用されてしまうことその他ユーザーがです、ね、そのユーザーザが利用できない機能を使用されてしまうことを我が国ではですね不正アクセス禁止法というのは平成11年にですね法律に 規定されましたそれから、えー、と自動ポルノですねこれは、えー、最新の改正平成26年6月25日ですがちょうど1年前に、えー、この規定が改正されました、はいえー、事故の性的好奇心を満たす目的での自動ポルトの単純所持電磁的記録の保管ですね、えー、を持ってるだけで違法になりました昨年6月からです、えー、ただしですね経過措置としてですね えー、今年の7月15日ですからあと約、えー、半月今日ですか3週間ぐらいですかの間はですね罰則は適用されない状態になって、まあ、皆さんの中に自動ポルノを持っている人はいるとは思いませんけども、まあ、そういうふうにです、ねえー、新たにですね条項が加わったということは知っておいてください、まあ、同じくですね自動ポルノを提供したりですね電磁的記録を提供するね。ね まあ、あの皆さん自身がです、ね、そういうことをするとは思いませんけどもなんか知らない間にそういうです、ね、行為に加担していることになって全く想定外にです、ね、逮捕されるみたいなことがないようにというのはです、ね、やっぱり皆さんこれからこの情報通信の関係のです、ね、で仕事されると思うので,です、ね、ご注意くださいもちろんですけど提供目的で自動ポルノの製造所持運搬、流入この辺はもう言うまでもなく。 犯罪行為ででですすしそれ以外ののの目的での児童ポルノの制度もですねああ、まあ、正確に言うと、えー、この去年の改正で、えー、厳しくなったのはこの事故の性的好奇心を満たす目的での単純所持ですこれこの提供目的でのというのはもっと前から規定されていましたごめんなさい、えー、とちょっとそかスライドの順番が入れ替わったかな、はい、で不正アクセス禁止法ですけども、えー、平成16年2月に施行 されましてこれはですね ID パスワードの不正な使用とかですねその他の攻撃手法いわゆるセキュリティホールを作ったやつですねによってアクセス権限のないコンピュータ資源のアクセスを行うことを犯罪として定義していました。それまではですね人のコンピューターにログインしても先ほど言いましたですねデータを消す電子計算機等、えー、のですね損、まあ、あの電磁的記録のですね損壊 による業務妨害ですねそれから、えー、とデータを改ざんする電磁的記録不正作出、まあ、そういうことをしない限りですね、あの入ってですね覗きってデータを見て回るだけだと罪にはなってなかったんですが平成16年からそれは違法とといいうことになっていますで不正アクセス禁止法においてですね犯罪と定義されているのは以下の行為でまず不正アクセスとしてはですね、えー、他人の ID パスワードをダッシュ投用してそのものになりすましてアクセス認証を超えるとそれからなりすまし以外の攻撃手法ですねまあ典型的にはえ脆弱性セキュリティホールをで認証サーバーをだましてそれに従属する目標の端末を利用するとそれからですねえと目,的目標の端末を利用可能にするために端末の属するネットワークのゲートウェイのアクセス認証をだましてそのネットワークの目的を 達成するとまあ例えばですけどなんか IP アドレスで、えー、認証してですね何かするためにそのゲートウェイのところで IP アドレスを振ってるとでそこをだましてやるというようなこともですねあの合わせて取り締まってます。でプラスですね不正アクセスを助長する行為ということでこの ID とかパスワードをですね端末利用者や管理者以外の人間に漏らしたりですねフルフする行為と。まあ、例えばですけど 皆さん方ね、まあ、自分の ID とパスワードをこう、ねえー、紙で書いて持ってたりすることはあんまりないと思いますけども、まあ、うっかりですねそういう、まあ、例えば紙で配布を受けたと、ね、講義でこのシステムの ID パスワードこれですよってもらったでもなんかうっかり講義室に置いてきちゃった、ね、友達が置いてるのを見つけてああああいつこんなことしとるわって。 ネットに上げたらパチッと言ってですね、ツイッターに上げたらですね、はい、これはですねルフする行為なので30万円以下の罰金刑とということになります、まあ。単なるいたずらのつもりでも、ね、この不正アクセス禁止法ということでこれ明確な犯罪なんですよね単なるこのプライバシー侵害だって言って非難されるんじゃなくてこれはもう罰金刑という刑事罰なので、はい、いや本当に皆さん気をつけてくださいねあの私も京都大学の中でそういうことが起きると。 ただじゃ済みませんし皆さん方も、ね、仮にこう就職が決まっていてもそういう本当の些細なことで,です、ね、一生台なしになるわけですから、まあ、もちろん会社に入ってからもそうですけどね。はいえー、次にです、ね、不正アクセス禁止法でいうところの,です、ね、その ID とはパ,ッパスワードとは何かですけどもこれ全部書き出すと大変なので、まあ、要点だけ言いますけど。 まずですね、当該アクセス管理者によって内容をみだりに第三者に知らせてはならないものとされている符号という風に法律で書いてあります。まあ、これはあの皆さんの普通の意味で言うとですね、パスワードみたいなものと思ってください。それからですね、当該利用者利用権者等の身体の全部もしくは一部の映像または音声を用いて当該アクセス管理者が定める方法により作成される符号。 まあ、いわゆるバイオメトリクスですね指紋認証とか静脈認証とかあるいは顔認証とかそういうものですねそれから、えー、と当該利用者権者,等当該利用権者等の署名を用いて当該アクセス、えー、管理者が定める方法によって作成される符号、まあ、署名みたいなものを認識するとえー、っとですねただ残念ながら今世の中で使われているいろんな技術が網羅されているかっていうとちょっと微妙です例えば あのハーードウェアトークみたいなものとかですね、えーえーまあ、のコンピューターに入るクライアント証明書の PKI のところで出てきたと思いますけどそういうものがですねどう解釈されるかっていうのはちょっと、えー、まだ判例もないので微妙です。えー、とあと、まあ、アクセス制御機能とはってね、えー、とこれも読むと大変なんですけども <laughs>、えー、まず 特定電子計算機の特定利用を自動的に制御するためにとねまあこのコンピューターがこうちゃんと使えるようにするために当該特定利用に係るアクセス管理者によって当該特定電子計算機または電子計算機に電,電気通信回線を介して接続された他のコンピューターに付加されている機能であってと。 識別符号ですね当該利用に関する識別符号であるを入れたとその入れた符号が使いたい人入れた符号がその正しい符号であることを確認してこの機能の制限の全部また一部を解除するというのをですねこれは簡単に言うとパスワードによってですねユーザーを認識してそのユーザーごとに使用づける機能を制御すると。 ID パスワードによってですねで次に禁止行為ですけどやってはいけないのはまず一番目はですね他人の識別符号を入力しちゃダメですよとこれアカウントダッシュによるなりすまし行為はダメです。まあ、盗むだけじゃなくてねなんかこう,うっかり漏らしたやつも含めてですねそれから、えー、特定利用制限を免れることができる情報を入れるいわゆセキュリティーホールを利用してですね えー、このアクセスコントロールを逃げるというのもダメですよとねそれからこの3番目がですね、えー、まあ,あのいわゆる認証サーバーを騙してそれを使って他の計算機に入るようなこういうのもダメですよということになっています ということで、まあ、先ほど言いましたようにですね、不正アクセス禁止法で禁止されているのは不正アクセス、なりすましとセキュリティホールですね。それから助長行為ということで、識別符号、パスワードとかを漏らす、この辺もですけど、ただ不正アクセス禁止法でですね、カバーできない行為もあります。例えばですね、セキュリティホールを指摘する行為ですね。どこそこのサーバーにこんなセキュリティホールがあるぞ、見つけちゃったって言って、まあ、ツイッターでつぶやく。 これはですね少なくとも不正アクセス禁止法そのものもではありませんそうセキュリティホールがあるぞって見つけた時にですね不正アクセスに該当する行為をしてたらですねそ,れをそのことは問われますけどもあるぞということ言うこと自体はですね不正アクセス禁止法のでは取り締まりませんただ、えー、とそういうですねことを言うことによって その相手の業務を妨害したということで威力業務妨害が適用される可能性があるので、まあ、あの一般論としてですね、えー、そういうセキュリティホールがあるのを見つけたら、まあ、当該の会社に報告するあるいは、ね、j p サートとかその公的なです、ねえー、報告機関に報告するとで一般にはそのことをつぶやかないというのは基本です。まああのね、皆さん世の中の中ために 正義感を持ってですねそういうことをつぶやきたいっていう気持ちを持つことがあるかもしれませんけどなんかねブログとか一生懸命書いてね、まあ、あの面白いことを書くとあのアクセスが増えてなんかこうお金が儲かるっていうのもあるかもしれませんけど、えー、少なくともですねあの民事訴訟になる可能性あるので、まあ、よほどこの覚悟を持ってやらない限り、えー、おすすめしませんそれからですねウイルスやスパイウェアをばらまく行為というのはですね、まあ、先ほどの えとウイルス作成剤の方で、えー、取り締まられる行為はありますけどもそれからあのドス攻撃みたいなものは先ほど言いましたように威力業務妨害が普通ですねで一番問題はですねそもそもですね、えー、とアクセス制御がされてない場合、ね、パスワードが設定されてない運用をしていたとね URL は秘密にしてたから誰もアクセスしないと思ってましたみたいな運用ですね。 あるいはパスワードかけているつもりがたまたま外れていたとかね IP アドレスで制限かけている発文がたまたま見えていたとかいうときにはそれは不正アクセス禁止法では取り締まれませんのでこれは皆さん自分の計算機を管理する側からですねこれに関してですね比較的最近起きた事件はですね2009年にですね三菱 UFJ 証券のシステム部 社員が顧客情報をですね150万人を分を持ち出してですね5万円人分を売却したというのがあります。これはですねえっとこの社員といっても元ですね部長代理ですねかなり強い権限を持ってたんですね。で元社員はですね顧客データ処理担当の社員ですね自分の部下の ID とパスを悪用してですね障害対応だと偽ってサーバーにアクセスしてですねそのデータを取ったと。 で、えー、150万人分の情報を暗号化してですね、えー、保存しておいたということです。でこれどうなったかってもちろんまあこの懲戒解雇の上この人はあの、えー、不正アクセス禁止法で、えー、あれになったんですけど、えー、何をが起こったかというとですねまあこの三菱 UFJ 証券はですね流出した5万人に対してですねお詫びの印として 一応1万円のギフトを郵送してまあその他ですね弁護士費用とかね機関投資からの発注減少とかによるですね一室利益を合算すると70億円とねこれえっとこの社員がですねデータを売ったんですがいくらで売ったって書いてあったかな。 あの大した額じゃないんですよね、えーあのまあ、5万人分のデータを売って1件いくらだったかなあの、まあ、せいぜいうん十万円のオーダーだったんですけどそれに対してですね、まあ、あのお詫びの印だけで5億円あるいはですね、えー、いろんな損失を考えると70億円でもまあこれまだですねまし、えー、だったのは150万人中ですね5万人分だけデータもらえたんですね。 150万人全部出すと150万人かける1万円のお詫びすると150億円でそれはまたすごいですよね。まあ、そういうことになるのでちょっとしたことでもです、ね、非常に大きな話になってしまうと、まあ、今ちょうど、ね、例の年金機構の話でデータもらってますけどああいう形で,です、ね、ウイルスでもれるるというのは実はいろんな情報漏えいの中ではむしろ少ないケースでこういう形で内部犯行 の方が一般には多いんだということはちょっと意識しておいてください。えっ、ー、と次にですね、また話はだいぶ変わるんですけど、不正競争防止法という法律があります。でここでですね、これはまああの初発はですね経済産業省なのでちょっと今までの話とは少し経路が違うんですが一方でまあサイバー犯罪にも関わってくるものです。でえっ、ー、と。 不正競争は防止しよっというのはですね、まあ、あのいろんな業者間の競争が公正に行われるようにというための法律なんですがそこでですねこういう条項が平成2年に付け加わりました。営業秘密ですね秘密として管理されている生産方法販売方法その他事業活動に有用な情報または営業上の情報であって公然と知られていないものについてですねそれを、えー、漏えいしたらですね はいいいけないよととうこでですすねね、えー、ただしです、ね、秘密というのは何かというとその秘密にアクセスできる人間が限定されていること、まあ、社員全員がアクセスできるようなものであってはいけないそれから秘密にアクセスするためには何らかの特別な手続きが必要であるとまあ、例えば部長の引き出しに入っていてこう開ける時には部長にこうちゃんと断り入れないとかですねそれからその 秘密にアクセスしたものには当該秘密が営業秘密であることが認識できるようにしてある。なんかファイルに入ってんだけど、あの大きく丸ひって書いてあったらいいんだけど何気なくこう部長が机の置いてたのを見ましたとかだとそれにならない。まあそういうことです。えっと典型的にはですね、顧客名簿ですね。えそれまではですね、このまあいわゆる営業マンを引き抜いたらこう顧客名簿が一緒についてくるっていうことが原理的にはあったわけです。 でそれに対してですねあの公式に道義的にけしからんということは言えてもですねなかなかね営業マンも引き抜かれるからには持っていきたいですよね。でそれを明確に法律で禁止した,したのがこの不正競争防止法ですね。でまあ,あの引き抜きだけじゃなくてねこっそりリークするっていうのも当然ありますし。で あと、まあ、名簿だけじゃないですね、えー、生産方法販売方法例えば皆さんねあのマクドナルドとかああいうとこ行くとこう全部ねバイトの店員が即日働けるように全てのことがマニュアル化されてますよね。まあ,あの店舗に置いてあるマニュアルコピーして持っていったからといってそれでマクドナルドのビジネスがまねできるほど単純ではないですけど、まあ、そういうことをすると少なくともです、ね、似たようなビジネスをするのに非常に役に立ちますよね。 でもそういうことはしてはいけないというのがこの不正競争防止法ですで、えー、ただですね平成2年の時にはですね民事的にはだめだと損害賠償を言うことはできたんですがそのこと自体は、ね、犯罪として問えなかったんですね、えー、それではやっぱりなかなかだめでしょうということでですね、えー、平成16年に営業秘密の不正流出に罰則が規定されました。 それまではですね、こう情報を盗むっていうのはですね、罪には問えなかったんですね。えー、刑法の窃盗罪の対象はですね、物ですね、実際の形のあるものであって、こう電子的なデータは対象外だったわけです。えー、まあこの情報が入ったフロッピーをですね盗んだら罪、えー。紙を盗んだら罪に問えたんですけど、ね、あのデジカメで取るとかね、自分で持ち込んだ。 USB メモリーにコピーするとかいう時にはですねこれまでは罪に問うことができませんでした、まあ、この件に限らずですねあのそれまで情報漏洩系っていうのはいくつか立件された例があるんですが、えー、さっきの原田ウイルスと同じでなんかこう形式的には神を5枚盗みましたみたいなところで罪に問われたりするわけです。で、えー、これに対してですね先ほどの営業秘密に該当するような秘密に関しては え禁止するで不正競争の目的で営業秘密を使用したり、回避する、まあ、例えばライバル企業にね情報を流すとかねあるいは自分が転職するときにその情報を持っていく、ねえー、まあそのためにですねあらかじめこっそりデータを取っておく、ねえー、それから営業秘密が記録されたものを盗んだり、えー、まあその管理されている施設に入ったりですねあるいは不正アクセスをかけてえ営業秘密をえ取るとそれをですね回避すると。 で逆にですね、えー、その情報をもらった方ですね、営業秘密の開示を受けた者が、えー、営業秘密をですね、えー、不正に領得したり作成して、まあ、営業秘密を使用する、ね、顧客名簿、ね、引き抜いた社員が持ってきた顧客名簿を使うこういうのはですね、えー、きちんと、えーまあ、3年以下の懲役または300万円以下の罰金ということになりました。 でさらにですね、まあ、これほとんどね毎年のように平成15年の改正もあったし、えー、17年18年21年とですね順番にこのねいろいろとこの営業秘密関係の罪が重くなっていってます。えー、と一番最近の改正これいつやったかなはいはえっ、ー、とですねまああの 営業秘密に関してはですね、えー、決してですね国内にとどまらないんですね。はい。えー、どんな例があったかというと、えー、従業者が当該企業の営業秘密をですね、外国の在日通商代表に不正に関したけども、はい。えー、っと不正競争の目的なんでですね、こうライバル企業に漏らした時には該当するんですね。ところがですね、他国の駐日、えー、在日通商代表これ外交官ですから。 ライバル企業じゃないんですよね。したがってこういう罪に問えないおかしいでしょで、まあそういう事態があったわけですそれから2番目従業員による機密情報の不正な文字ですね、えー。従業員が当該企業が秘密管理する重要データを無断で、えー、対応 PC に入れて持ち出していったと、えー、データ量からすれば第三者への開示目的は明らかであったが、えー、外部への送信について証拠を得ることができなかったので犯罪行為に問えなかった それからですね、発注元企業による中小企業からノウハウを取り上げこれもよくあるんですけどある中小企業がですね、大手企業からの業務提携を前提として試作品を提供してほしいとの申し出を受けてですね、試作品と設計図面を提供したところ大手企業がその複製を作成して自社の製品として勝手に製品化してしまったこんなのもあってですね、まあ、これあのサイバー犯罪のところとそうでないところとありますけど、まあ、こういうことがあったわけです。 でまあ、遅ればせながら制度を改正してですね先ほどの不正の競争の目的で不正な手伝で取得してっていうふうな要件を課してたのをです、ね、まず、えー、競合業関係にない第三者に対しても、ね、外交官みたいなそうでもねあの単に保有者に損害を求める目的ではです、ね、解除するの処罰できなかったのをなんとかしようということですね。まああと 海外で行われた場合にはですね法律が十分抑止力にならないということで一つはですねこの目的の方を広げました不正競争の目的っていう不正競争防止法の根本から、えー、はみ出てですね不正の利益を得たり保有者に損害を与えたり目的というふうにですね競争でない目的も広げましたそれからですね営業秘密をですね取得する行為 そのものをですね、えー、罰の対象しました。その管理のにかかる任務に背いてですね取得する先はですねこの先です。これまではその不正競争の目的で何かしたら罪だったんですけど、そうじゃなくてですねもうあの目的を問わずですねちゃんと管理する義務があるものをそれに沿わずにですねやっまあ例えばこの先ほどのこの例で言うと。 えね、管理している秘密情報を無断でですね自分のまあ管理している PC に、まあ、仕事の効率が良くなるようにと思ってコピーしてたのかもしれないけどそれ自身が犯罪行為として規定されているということです。これかなりあの踏み込んで、えー、立法化していますので注意してください、えー、それでもですね世の中いろんなことが起きてまして、えー、とこれは2012年の6月ですね。はい えー、ハローワーク職員による職歴情報漏洩事件ということで,ですね、えー、ハローワークに勤めてる人がですねその、えー、いろんなですね、えー、調査会社の人からですね、まあ、調査会社はそのこの人の身元ってどっかから依頼を受けるわけですねでその人が調査会社がこのハローワークに勤めてる人に行って ハローワーワでで、ね、このその人の履歴情報です、ね、を見させるということですねしかもこれはあの容疑者はですねもともと2000年に採用されてハローワークで働いて一旦退職してでまたですねハローワークで勤務してるんですがどうもですね、えー、このハローワークに勤める前に 容疑者と説得して、まあ、要するにこういう情報をリークする目的でハローワークに勤めたという見られると超悪質な例なんですけどもこういうことも起きています。でちなみにです、ね、これはどういうい罪かというと国家公務員法ですというのはハローワーク職員はこれは公務員なので、ね、あのアルバイトであっても公務員扱いになりますので、えー、国家公務員法の主義義務違反ということになります。 まあそれでですね、その個人情報の漏洩が犯罪かというのについてはまずね、えー、と個人情報保護法そのものにはですね、直接の罰則規定はありません個人情報漏洩罪という罪はありませんけども先ほど言いました不正競争防止法それから国家公務員法ですねそれから行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律と。 それから独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律には罰則規定があります。で皆さんがいるこの京都大学は国立大学法人ですからこの独立行政法人等に該当します。え皆さんがもしですよ仮に大学で業務としてすなわちですね従業員としてわずかでも借金等をもらって 作業していてそこに関わっているデータをですね持ち出したりするとこの法律に違反して刑事罰が科されますのでもちろんそんなことしないと思いますけどもあの重ねてそういうことはしないようにお願いします。はいえー、あとですね 独立行政法人に、そうですね、あそこ、今の、はい、えー、条文閣とこんなことになりますね。はいえー、とまず、次に掲げるものが正当な理由がないのに、個人の秘密に属する実行が記録された個人情報ファイルを提供したときはということですね。でえー、独立 行政法人等の役員職員これらの職にあったもの皆さんがアルバイトで雇われる場合もこれ意外としますそれから、えー、受託業務に従事しているもの従事していたものということで大学から発注を受けた会社が仕事をしている時にはですね会社自身は民間企業でもこの法律の手縛られます。そそれからそうですね 職権を乱用してもっぱらその職務のよう以外のように供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書を収集した時は罪になるとまあ私が例えばですよ仮にこう趣味でですね、えー、皆さんはどんな成績を取ってるかなとこれちゃんとですねあの教育上の成績正当な理由があったらいいんですけどそうでないところまでですね踏み込んでですねつまり職務のように供する目的 に反してですね、そういうことをするとですね、データを収集しただけで私は罪になります。まあ、私だけじゃないです。皆さんもそういう立場になったらそういうことになります。はい、さらにですね、前三条の罪は日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用するという条件がついています。 えーとあとですね、情報セキュリティに関するですねホットトピックをいくつか挙げておきます。これは2012年6月19日ちょうど3年前ですか、えー、b ー c スカードの改造でですね平成の龍馬と呼ばれるですねブローガーが逮捕されました。まあ、b e c a スカードって皆さんご存知かと思いますけどあのデジタルの、えー、テレビビデオについてる赤、まあ、か,かったりするカードですね。えー、あれを 入れないと,です、ねえー、と例えば「ワブワみたいな有料の放送が見えなかったりするわけですけども、まあ、このです、ね、B キャスカードを改造するとです、ね、それが見えちゃうぞという情報をです、ね、公開していた京都府宇治市の男30歳これは実は <laughs> その時点で京都大学の職員だったということがちょっとインパクトが大きかったんですけどもそういう事故がありました。 えー、まあこの「直接の疑い」はですねデータを改造して有料放送を無料で視聴できるようにした b e c a カードを自宅 PC で使用した疑いです。で、えー、罪名はですね電磁的記録不正作出同、ね、先ほど言いましたようにう電子計算機人の事務を誤らせる目的でということでねこの b e c a カードっていうのは契約している人だけが見られるようにするためのカードなのにそこの「 データを書き換えてそういうういいこことととしたということですでこの男はですね5月頃「平成の龍馬」というブログでですね、まあ、この名前もちょっと、えー、勘弁してくれっていう名前なんですけどあの b キャスカードを書き換える方法を紹介してですね、えー、これ非常にポピュラーになりましてですね一時この IC カードが各地で売り切れる事態になっていました。でさらにですねこのプログラムをですねネットで提供した人 もうですね、不正競争防止法違反で逮捕されています、まあ翌年あの有罪判決が出ていますけど、まあ、こんなこことが起きました、はいえー、この人はですね、まあ、あの匿名に近い形ですけど、まあ、京都大学の職員であることが分かるような形でブログを書いてですねまさか本当に捕まろうと思ってなかったんだと思うんですね。はい え自分が持ってるカード自分が買ったものの自分カードを自分で書き換えてるんだから何も犯罪行為じゃないよねって言ってこれ誰でもできますよって言って堂々と書いてたわけです。まあ、警察捕まえられないでしょうみたいな挑発的なことを書いていたのでですね、まあ、しっかり捕まってしまったということであの、まあ、この辺りのですね法解釈が微妙なんですけども、うん、警察はねその気になったらねあのかなり柔軟に法解釈を変えてですねえ捕まえに来ますから。<laughs> えー、皆さん方も、ね、なんか国家権力に戦いたい気持ちを持つことがあるのは分からないでもないんですがあのやっぱり自分の身をです、ね、大事にしてください。はい、で、えー、と今少し出ましたです、ねそのえー、関連して逮捕された人がです、ね、不正競争防止法で捕まったというのは何かというとこれはです、ね、あの例えばです、ね、ゲーム機ですね ゲーム機はそのいわゆる改造されたものを受け付けないようになってるんですけどそういうのを防ぐための仕掛けについては不正競争防止法と著作権法の両方で縛られていますでこの不正競争防止法の方の縛りはですね営業上用いられている技術的制限手段により制限されている映像音の視聴すなわちビデオとそれから音楽ですねそれからプログラムの実行、まあ、ゲームみたいなものですね それから、えー、と映像とプログラムの記録です、ね、を、えー、技術的制限手段の効果をさまげたげることにより可能とする機能を有する装置とプログラムを禁止してますで装置とかプログラムを、えー、プログラムの場合はそれを記録した記録媒体とか記録した機器をですね、えー、譲渡引き渡しあるいはそのための展示輸出輸入これは全部禁止されています。 それからプログラムはネットを通じて公開する電気通信回路を通じて提供するウェブに載せるとかですねそういう行為も不正競争防止法違反ですだ先ほどの人は、ねえー、この平成の龍馬そのものはですね方法を紹介しただけでプログラムは提供しなかったわけですけどこれに 沿ってですね、プログラムをですね書いた人はですね、えー、それをネットで提供したということで不正競争防止を違反で捕まっていると。で、あと技術的制限手段っていうのはですね、何かというと、まあ先ほどこう電磁的記録に準ずった電磁的方法により。 映像、音、プログラム実行、記録を制限する手法であってですね一つはこう視聴者と機器が特定の反応する信号を映像、プログラムとともに記録媒体に記録するとかですね送信するまあこれ媒体に入っている場合記録する場合ですねそれからそのなんかいわゆるスクランブルをかけて送って記録するまあこういうものを対象としていますま。いろんな方式がありますけどもそうです、ね えー、まあちょっとこの今日の講義ではこの話は詳しくは言いませんあの後期にですね、えー、と私が担当しているマルチメディア通信のところではこの話少しやるんですが、まあ今日はこれぐらいにしておきますえっ、ー、ともう一つホットトピックとしてですね、えー、これはえ今年です6月15日ですから、えーとまあ、先週ですかはいえー 他人の無線 LAN をですねただ乗りして勝手に利用したなどとしてですね警視庁愛媛県警は電波法違反無線通信の秘密の説用と無線局の解説容疑で松山市の無職の男を再逮捕しましたとでこの容疑者はですね無線 LAN のパスワードを解説機ソフトで突破近所の男性方の無線欄にただ乗りしてインターネットに接続しました。 でえー、容疑はですね電波法が定める上限の9倍の電波を出力する無線 LAN アダプターを自宅に設置他人の LAN に不正接続して無断接続利用とで、まあ、このアダプターはですね台湾製でネットで購入と書いてあります、えー、容疑者はですね2014年の2月から6月すなわち1年前にですねこの同じ男性の LAN に90回以上接続して、えー、発信元を隠蔽してインターネットバンキングの不正 早期を行ったたなどとして逮捕されたで不正アクセス禁止法違反などの罪で公判中なんですが、まあ、余罪という形でですねこういうふうにですね電波法違反で無線 LAN のただ乗りで摘発されるのはこれ初めてのケースです。というのはですね、えっと、私前回無線 LAN の話した時に多分このページを紹介したと思うんですけど 総務省のです、ね、電気通信サービス FAQ にはですね「えー、他人の無線 LAN アクセスポイントから勝手にインターネットにアクセスすることは問題があるのですか?」という問いに対して総務省の公式見解は、えー「勝手にインターネットにアクセスすることがアクセス制御機能の侵害にあたるような場合には不正アクセス、えー、禁止法にの違反になります」ということと。 勝手に無線 LAN アクセスポイントにアクセスして無線 LAN に流れるデータを取得し漏らしたり設用した場合には電波保険になりますこの2つを書いてるんですねこれ微妙でアクセス制御機能の侵害には当たらなければかつその流れてるデータを漏らしたり節用しなければ違法性は問えないですよっていうです、ね、微妙なことを言っていますこれは総務省の見解です。 でそれに対してです、ね、警察庁はです、ねえー、この無線非通信の秘密の説用、まあ、実際にはこのウェブのパスワードをです、ね、クラックソフトでクラックして使ったわけですけどそれをですね電波、まあ、法違反で摘発したというところがです、ねえー、特徴的です。まあ、これです、ね、実はあのまだ警察が 逮捕状を裁判所に請求して裁判所が認めたというだけであって検察が起訴にも至ってないしまして裁判の判決がどうなるかわからないんで裁判所がどう判断するかわからないんですけどもまあそういう解釈が出てきたというのが一つです。まあ、私の個人的見解で言うとこれは不正アクセス禁止法でやる方が筋がいいんじゃないかなと思うんですがまず、あ、今後の裁判の展開が楽しみですということともう一つはですね 多分警察もですね。この秘密の説用だけでは危ないと思ったんでしょうね。はい、無線局の解説ね。この、えー、電波法が定める、えー、9倍の出力の無線 lan アダプターって、これもなんかものすごく悪いことをしてるような気がするかもしれませんけど、台湾で普通に売ってるものをですね。買ってきて日本で使ってる。使える知らずに使ってたみたいな類のやつですね。はい、まあ実際ですね。あの、外国の旅行者がこういうことをしてることは別に珍しくないので、えー、これが本当に。 ね、逮捕するほど犯罪的行為なのかって微妙なところですけど、まあ、そういうことが、まあ、ごく最近起きましたということです。はいえこ、ー、とあと残り10分ぐらいかな、まあ、いくつか、えー、と残りのトピックをお話しします。はいえー、と刑法にはですね、えー、い,まいろんなお話をしましたけどその他にですね、えー、名誉毀損っていうのがあります。えー まず刑法の230条ですね公然と事実を適時し人の名誉を毀損した者はその事実の有無にかかわらず3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処するということで、ね、例えばですね「やあいやあい,やいお前の母さんデベソう 仮に言ったとします、はい、これは公然と事実を指摘してますそのお母さんがデベソかどうかであるかという事実の有無にかかわらずですね、えー、人の名誉を毀損してますから、えー、これは刑法条違反とということになりますね皆さん何んかこう事実なんだからと思って堂々とこう指摘することが認められてるような気がするかもしれませんが刑法ではそうは言っていません。事実の有無に関わらず 公然と人の名誉を毀損したでですすね名誉毀損ですでただしですね死者の名誉を毀損した者は虚偽の事実を適時することによってした場合でなければ罰しないとつまり亡くなられた方についてはですね事実を述べて名誉を毀損してもそれは犯罪行為ではないということです。まああのね、よくこう芸能人なんかで亡くなったあといろいろとスキャンダルが表沙汰になるっていうのはそういうことも 一つ背景とととしてありますす、えー、いうことでですねあの仮に事実だからといってこうウェブに堂々と書いたらそのこと自体が犯罪になる可能性があるということはまず意識しておいてください。その上でですね、えー、とこれ刑法は刑事ですけどそれだけではありません民事上の責任はあります、はいえー、民,事民法の方はですね第709条にですね 故意または過失によって他人の権利または法事律上保護される利益を侵害した者はこれによって生じた損害を賠償する責任を負うと、ね。で710条にですね他人の身体自由もしくは名誉を侵害した場合または他人の財産権を侵害した場合いずれであるかを問わず全条の規定により損害賠償の責任を負う者は 財産以外の損害に対してもその賠償しなければいけないいわゆるですね精神的苦痛に対する慰謝料というのはこの規定から来てますでさらにですね他人の名誉を毀損した者に対しては裁判所は被害者の請求により損害賠償に変えてまたは損害賠償と,とともに名誉を回復するのに適当な処分を命じることができるね、まあ例えば 新聞の記事が嘘でそれでこう傷ついたといって裁判に訴えて勝った場合にはですね新聞に全面謝罪広告を出せっていうような要求をすることもできるこれはこの辺の規定です。でえまあ皆さんには知っておいていただきたいのはということでですねこの地図だけ見ると結構名誉毀損っていうのは簡単に適用できますま。とはいえねあの 公然と、まあ、事実をを指摘ゼロを得ない状況もありますあの名誉毀損にあたるかどうかって極めてあのなんていうか不明確な基準なので、ね、名誉が毀損されたのかどうかいや単なる事実を指摘しただけだということなのかっていうのはあの主観的な部分もあるんで難しいんですけども、まあ、しかしそういうリスクを、ね、ウェーブ等で情報発信するあるいはどっかの講演会でしゃべるそれだけでですねそういうリスクを負ってるんだっていうことは 意識してておいいくださいでです、ねまあ、実際名誉毀損がらみでどんなことが起きたかというとです、ね、例えば昔、えー、とまだです、ね、インターネットを普及する前にです、ね、n i f t y サーブあのパソコン通信というのがあってそこにフォーラムというのがありましてです、ねえー、このフォーラムには思想ペットといれる管理者がいましてですね でフォーラムの電子会議室にですね他人の名誉を毀損する発言が書き込まれた対応についてですね、えー、シスオペが不法行為責任を負うか書いた人ではなくですよこの管理者が負うかあるいはですねこのニフティという会社がですねプロバイダーがこのシスオペに対する使用者責任を負うかという裁判が随分行われましたで一新、えっと、はですねシスオペとプロバイダーの責任を肯定したんですが2審はシスオペ とですね、プロバイダーの責任を否定するということがありましたあとですね都立大事件あの今首都大学東京になった都立大東京都立大学って非常にですね、まあ、学生運動が盛んなとこでしかもですね、まあ、反対する2つの勢力があってお互いにですね罵り合ってるんですね。で片方の勢力がですねそれを使ってこう学内のウェブに書いた記事に対してそれを大学が消さなかったことが えー、大学の責任になるかと、まあ、東京東がですね被告になって裁判になったんですけど、まあ、結局、えー、そのウイルスがあるとかですねそういうのは別として名誉毀損みたいなものはですね多分に主観的な判断なので責任が問われないという判断が示されています。一方です、ねえー、といチャンネル動物病院事件というのがありましてこれは何ていか2チャンネルにですねこう ある動物病院のですねまあ、悪口がいっぱい書かれたわけですねで動物病院がですね、えー、と2チャンネル訴えたわけですで、先ほどのですねニフティーサーブの方ではですねフシスオペとかプロバイダー側のですね責任を否定したわけですけど一方でですね2チャンネルはこのニフティーサーブとの違う匿名の掲示板なんですね匿名の掲示板で書いた人は匿名だから責任を問われなくてこのね 管理主体も問われないというのでは誰が責任を問うんだということで、まあ、結論としてはこの時はですね匿名の場合には管理人削除の責任があるんだよということが規定されましたあ、まあ、そういう判決が出ましたで、えー、とその後ですけどもプロバイダー責任制限法というのがで,できましたこれはあの、えー、もっと詳しいことはですねここに挙げてあるサイトを見ていただきたいんですがどんなことかというとですね えとまあ、正確な法律名は特定電気通信勤務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示に関する法律ということで、まあ、例えばですねウェブでですね誹謗中傷があったとあるウェブサーバーにですねこの A さんのバーカって書いてあったとします、はい、この、ね、X さんが書いてあたね。 えー、この書き込みがですね、まあ、ウイルスが感染してるとか明らかになんか犯罪だということが分かったら警察とか裁判所が動くんですけど、えー、誰さんそのバーカって書いてある時にですねそれが犯罪的かっていうと分かんないですねあるいは先ほどの名誉毀損に該当する方多分に主観的です。でこの A さんはですね書き込みを消したいわけですねあるいは誰が書き込んだかを知りたいわけです。でもでもすねこの プロバイダーの方はですねそう簡単にですね、えー、消せません。というのはこの X さんが誰かっていうのはいわゆるこう通信の秘密に該当することなので、えー、あこれ誰が書きましたとはうっかり言えないわけですね。あるいはですねこの書き込み自身の著作権はこの人にあるんで ISP はこの人の言うこともともだなと思っても勝手に消したらですね逆にそのことで責任が問われます。で、えー、これ非常に微妙だったんですけどもそういう状況においては こういういルルールにしましまたあの。プロバイダー側は発信者にですね発信して停止してよいかを聞きますで7日間の猶予がありますでその間に返事がなければ発信を停止してもよいとで停止した場合にはですね、えー、と別にその先ほど言う損害賠償を受けての面積になるとで、えー、と発信者がですね、えー、と停止しないでくれといった場合にはですね、えー、権利侵害に対してプロバイダーは免責されます であと発信者の開示ですね発信者の開示していいかを聞きますで開示の同意が得られれなければ裁判に行きますで開示しなくてもですねプロバイダー免面積というルールが明確化されましたでこれ「プロバイダー」というふうに書いてますけども皆さん方がですね例えば研究室で運営しているページあるいは個人で持っているページについてもですねこの皆さん方がプロバイダー責任制限法というところのプロバイダーの責任をうんだと。 いうことは注意してくださいこれ本当に裁判所が絡むような話なんでねあのぼやぼやしているとこの7日間の猶予とかこういうことをちゃんと守らなければ皆さん方も責任を問われる可能性があるということです、えー、とあと迷惑メールの話もね迷惑メールはですね今企業の受け取るメールの3割から4割が迷惑メールだとあれネット全体だと90%以上ないじゃないかとかですね 大学はもっととひどいいいいんじゃないかううふうに言われてます、まあ、迷惑メールにはですね広告宣伝の対応あるいはですね詐欺でもそうですね、えー、こんな詐欺メール誰が引っかかんねんと思うかもしれませんけど送ってる方はですね別にメール送るのほとんどこそトか,かんないのでね100万通送って10人でもそれを踏んでくれたら十分ペイします、まあ、あとですねメールアドレスの収集のためのですね迷惑メールですねアドレス送ってみてみですねあの エラーが返ってこなかったらですね届くと推測あとまあウイルスですね、はいでまあ、迷惑メールはですねいわゆるゾンビ PC ボットと呼ばれるですね、まあ、ウイルスに感染して外からコントロールされているところからばらまかれるのであのウイルスというか迷惑メールの送信元を止めようと思ってもそう簡単には止められませんでこれ技術的にも難しいんですが一応法律がありまして 迷惑メール防止法というのは2008年に大改正されていますその前からあった法律なんですけどもで基本的にはですね事前に受信を許可したもの以外には広告宣伝のメールを送付してはいけないというルールができましたあとですね表示義務に関してもですね厳格に定められていますまあただしですね皆さん方のところに届くメール迷惑メールのですね99%はですね こ,のこれ守ってない、まあ、守ってないからこそ迷惑メールなんですね。なぜそういうことになるかというと結局あの、海外から送られているとかね、まあ、その誰が送っているか分からないということで、まあ、残念ながらこの違反した業者に3000万円の罰金といってもですねこれが適用されたケースはでですすこれれなんだっけあ、はいえー、っとそれからですね特定電子メールの送信送信者情報偽った送信。 の禁止というのがですね罰則規定で定められてましてここにですね違反者には刑事罰一年以下の懲役または百万円以下の罰金というところが明確に定められています。えー、そうですねまあ基本的に同意なしに送っちゃいけないよっていう方式になってますということですね。 はいえー、とあと、あ他にもです、ね、このサイバー関係で皆さんがこう知っておかないとうっかりあのなんていうか法律の制約があることに気付かずやってしまいそうな一つはです、ねえー、古物営業法というです、ね、いわゆるまああの、うん、中古品業者です、ね、に関する規制があります。というのはです、ね、中古品はいわゆる盗品ですね盗まれた品の流通市場にもなるので。 誰誰ががっって誰が勝ったかとというここ厳格にに管理することになりまらインターネットでですねオークションサイトを作るって皆さんもなんかこう自分で個人でオークションサイト立ててみようみたいなことを思うかもしれませんがそういうことをする時にはですねこの改正古物営業法に基づく業者としての登録が必要となりますので勝手にそういうことをしたら違法ですから気をつけてください。あとですね出会い系サイトを規制する。 法律インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律というのがありまして、えーまあ、皆さんが出会い系サイトをやると思わないんですけどでもね何かこう例えば学祭のイベント用にですねこうネットでこう、ね、男女が知り合うようなサイトを立ててみましたと、えー、何気なくやったつもりが実はこの法律のですね要件。 に引っかかっていることがあります。もうこれ男女の、えー、がこう出会うようなサイト一般に該当するんですね。はい。なので、えー、そういうところもですね注意してください。まあ、あと本当は皆さんに一番注意していただきたいのはですね著作権です。まあ、ネットでこうコンテンツを配信する時の制約条件なんですが、ちょっとその話はこの前期の講義ではとてもできませんので、えっ、ー、と私の後期の講義を聞いてくださる方にはお話したいと思います。はい。えー、今日はここまでに。 です何か質問ありますかよろしいですかはいじゃあ以上です